はい、2018年の5月11日ということになっております。今日は僕の誕生日ですね。今日は朝早いんですけど、もう帰ってきましたという、昨日はですね、奥多摩、本当は雲取山に東京で一番標高の高い山といって、一番西にある一番山梨、標高が高い雲取山、最も行きにくいというね、行こうと思ったんですよ昨日。それでプリントして用意したんですけど、登山地図用意したんですけど、雨が降ってですね、天候不良で残念でしたということで行けなかったんですけど、昨日はそれでですね、最初奥多摩に行って雨が降ってたんで、それでバス停のとこでどうしようかなと思って、これもう今日はやめようかなと思って思ったんですけど、まあレインコート持って行って、昔のレインコート持って行ってたんで、レインコートを着て行こうと思って、そしてもうちょっと歩き出して、もうちょっと雨がちょっと降ってダメだなと思って、それで靴が濡れたんですよ。靴が濡れてもうびしょびしょになって、いやもう今日はダメだなと思って、いやでもあれくらいでやめるようじゃダメだなと思ってね、雪山登れないなと思って、まあ頑張って、それでももう途中でダウンして、それで稲荷山、もう途中の道の稲荷山神社っていうところがあって、まあ雲取山でですね、僕一泊しようと思ったんですよ。というかもう今後の、アルプス縦走に向けて、野営の練習をしようと思って、キャンプの練習をしようと思って今日は行ったんですよ。まあ雲取山っていうのもあったんですけど、今日は野外で一泊するトレーニングをしようと思って、まあ撮影もなんですけど、でも今回は撮影できませんでした。というのは神社に行ってですね、神社の中に泊まったという、神社に入って中に泊まったという、まあ、小さい避難小屋みたいになってるんですけど、そこで野営の練習をしたという、それでキャンプファイヤーみたいな野焼きをやりましたね。焚き火をやりましたね。焚き火の練習、焚き火で火をつける。それで結局神社を掃除してきましたね。神社を、稲荷神社を掃除してきました。まあ神社というと神道ですから、もう神武天皇高潮ですからね、宮崎高潮だから神社にゆかりがあるんですよ、宮崎の高千穂ですから。だから神社を掃除しようと思って、まあ神社って実は避難小屋になってるんだなと思って、山小屋だなと思って、
で山小屋みたいに、まあちょっと途中で雨が止んで行こうと思ったんですけど、ちょっと、やめてしまいましたね。もうちょっと疲れ切っていたという。それでずっとあれは焚き火をしてました。火の練習をしてましたね。もう、まあ歩けばよかったんですけど、ちょっと